どうも、おはこんばんちは、エソラです。今回の内容の流れです。ということで、画像からディスプレイスモディファイアーを使って、シワを作っていきます。もちろんシャツに限らず、他の衣類のシワなどにも応用できると思います。セルルック調のシャツに貼るテクスチャーを少し調整するだけでできるので、結構簡単にできるんじゃないかなと思います。ただ、手を用意するのが苦手だったり、セルルック調のテクスチャーを貼る予定がない方にとっては、素直にモデリングして表現する方が自然かなと思います。こういう方法もあるんだな、って思ってもらえれば幸いです。それでは行きましょう。まずはシワをつけるシャツを用意します。このシャツはボディメッシュを元として、形を整えただけのものになります。トポロジーもこんな感じになっています。モディファイアーはサブディビジョンサーフェス、アーマチュアが事前に入っています。よくある形だと思います。テクスチャー画像を作るために UV 展開をしたいので、シャツにシームをマークしていきます。変選択モードにして分割ラインを選択します。選択できたら右クリックから、シームをマークをクリック。こんな感じの分割で良いでしょう。分割ができたら UV 編集に移動します。この後に絵を描くので、あまり歪まないように展開してあげましょう。これで UV 展開は OK です。この UV 画像をビームとして出力します。UV から UV 配置をエクスポートで出力します。今回は全ての UV と変形後にチェックを入れます。変形後にチェックを入れると、サブディビジョンサーフェスなどが適用された UV で出力してくれます。こんな感じのビームが出力されれば OK です。ここからは各自扱えるペイントソフトで画像を用意します。一応ブレンダーでも画像は作れるのですが、ちょっとやりにくいので、私はクイタという無料ソフトを使って作成します。ブレンダーのテクスチャーペイントでは、作成した画像に対して 3D 的な調整のみを行います。今回はこんな感じのシャツのテクスチャーを用意しました。画像を用意する過程は割愛しますが、私は絵描きではないのでこんな画像をゼロから描けません。ネット画像だったり、AI で近しい画像を生成して調整したりしています。ということで、一旦この画像をブレンダーに持っていき確認をします。シャツを選択し、シェーダーに移動します。プリンシブル BSDF を選択し、コントロール T で濃度を追加します。ここに先ほど作成した画像、インナーシャツを開きます。シームのつなぎ目でおかしい箇所があれば、スミアツールでこすってなじませましょう。調整ができたら画像を保存します。これでシャツのテクスチャー画像は完成です。次に、ディスプレイスモディファイアー用の画像を用意します。先ほどのインナーシャツを、再度ペイントソフトに取り込みます。この画像を、そのままグレースケールにします。黒が凹んでいる箇所、白がとつってる箇所になります。つまり、黒が肌に張り付いてる箇所、白が肌から浮いてる箇所になります。なので、大体はこのままで良いのですが、胸より上あたりは少し暗く調整しておきます。次に、凹凸としてはパキッとしすぎているので、全体的にぼかしを入れます。背景色を大体でいいので、シャツの中で一番暗い色にします。ぼかしを入れたシャツは、背景色に馴染むように輪郭を調整します。こんな感じにできたら、シャツとは違う画像として保存します。今回は、インナーシャツ、ディス、としました。ブレンダーに戻ります。シャツを選択し、テクスチャータブを開きます。新規をクリックし、ここから先ほど作成した、インナーシャツ、ディスを開きます。そのまま、モディファイアータブに移動します。変形の中にある、ディスプレイスを追加します。サブディビジョンサーフェスの下に配置しましょう。ここから先ほど準備したテクスチャーを開きます。座標を UV にし、UV マップが複数ある場合は、対応する UV マップを選択します。あとは強さと中間レベルを調整します。強さは凹凸の量、中間レベルは凹凸のかからない基準となる色になります。ここの数値は作品ごとで変わると思いますので、ちょうど良い箇所を探しましょう。ちなみに私はこんな感じになりました。画像に対して凹凸の追従が甘いと感じたら、サブディビジョンサーフェスのレベルを上げましょう。ここまで来ると、最初に作成したテクスチャー画像を当てたままも良いですが、形状がしっかりあるので、色を当てるだけでも結構良さげですね。ということで、これで完成です。お疲れ様でした。お好みのシワは作成できましたか？今回の方法だと、画像を差し替えればシワの具合を更新できますし、モディファイアーで形状を作成してるので、
適用前ならいつでもロッポリに戻れるのが良いかなと思います。あとは絵がそのまま形状になるので人によってはやりやすく感じる方もいるかもしれません。今回の動画はいかがだったでしょうか。少しでもお役に立つことができていれば光栄です。コメントや高評価していただけると今後の励みになってとても嬉しいです。チャンネル登録なんてしてもらえたらさらに喜びます。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまた会いましょう。